ちは、アキコダンスプロジェクトの小野アキコです。今日は昨日のクラスでも質問があったこの腹斜筋の簡単なエクササイズをしていきます。前回アップしたのよりも簡単なエクササイズになりますので、ぜひやってみてください。分かりやすいように頭をこちら側に向けるようにして、マットの上に仰向けになっていきます。両手は体の横に開いていきます。両膝をピタッとつけるようにして、足の内側の内転筋をしっかりと使って両膝90度、腰を90度に曲げていきます。お腹を平らに保つようにして、骨盤を床と平行に保つように腹筋を使います。息を吸いながら両膝を下から45度の高さ、両膝がずれないようにしていきます。吐きながら、まずおへそをぐっとへこませてから両膝を天井の方に戻します。吸いながら反対に、吐きながら戻して、吸いながら下から45度、脇の部分がしっかりと硬くなっているかどうかを確認して、息を吐きながら戻します。吸いながら、吐きながら戻していきます。お腹を平らに保ちながら、しっかりとこのウエストの部分に力が入っているかどうか、硬くなっているかどうかを確認しながらやるととても効果的です。